せーの、ゴップルー、始まりました。始まりました。何やるんですか、しんちゃん。じゃあ私の企画でございます。はい。浴衣を染め直してみます。おー、そのディズニーにマサと二人で浴衣デートしようと思ったんですけど、はい、ソースこぼしちゃって、うん、でちょっと前に色がついちゃって、うん、これが変なままだと嫌だなと思ったんで、今回はこれを藍染めしたいと思います、はいはい、エコな考え方だよね。そう、なるべく使えるものはまた別のにリサイクルしてみようと思って、うん、とってもいい考えでございます。今日はね、アイクマ染料さんっていうお店に、はい、相談して、はい、自然な染料で渋い、ちょグレーがかった藍色に染めたかったんですよ、うん、はいはい、で相談したらなんとこの染料だけじゃダメだと言われて、はい、墨汁がいるんだって。逆墨汁、はい、墨汁で一度染めて、その後この藍染めをすることによってすごいいい色になるってことなんで、初心者ですが頑張ってみようと思います。じゃまずは浴衣こんな感じっていうのを見せるね。はい。さあ、それでどうやって染めるんでしょうか。はい、どうやって染めるんでしょうか。全然初心者すぎてさ、わからんのよ。なんかそのすごいこの会社さんいい人で、うん、初心者だからって言ったら一から教えてくれたんだけど、うん、すごい、なんか香りが、お、何の匂いだろう。これの匂いだ。何のに、何なんだろうね。これね、スクモアイっていう、あっち、徳島のアイ、スクモと、わかんない。スクモって、なんか植物かね、きっと。まあ自然由来だから。あ、なんかアイが多分植物なんだけど、はいはいはい、なんとかアイ、なんとかアイって考えた、うんうん、染め方は、はい、難しい。結構時間かかる、ね、ちょっと見て、よくわかんない。え、説明受けたんじゃないの。ちょっと受けてない。コスパのせい頑張ってねって言われた。あと墨汁をそもそもやるんですか。これさ、見た感じ結構何日間かかるから。え、今日2、3日って言ってた。あ、1日2日、2、3日って言ってた。じゃあ、これを次にやっていきましょ。じゃあまず、スクモアイを水の中に60分間浸し込み、塊にほぐします。はい、いけ、はい、うん、うん、お、これで60分間浸しましょう。ほぐすの後、うん、うん、よこよこまた後で。はい、さよなら。これお水溜めて、はい、あ、これ一回濡らすんやって。あ、ね、忘れた。これ一回濡らす。はい、はい。結構力仕事って感じ。得意ですから、力仕事。うん。うん。今日は上から垂らしておりま。上からマリコ。強い。強い勢いの突然が出たのか。いいよ。いいよ。マジで気をつけて、ほらー。やらない？ひゅー！ねえ、ほんとに。I'm sorry, but it's evident. You're your phone 24. OK。 はい。では墨汁を入れた水に、水に浸します。浸します。いってらっしゃい。いってらっしゃい。次は黒くなって帰ってきてね。バシャーン。お、黒い。うわー、アメイジング。ちょっと行って、ミョンパン入れよう。見てきた方がいい。後でちょっと一度見ます。はい、ちょっと手洗います。はい、あー、こっちじゃない、気をつけて。今度はこのインジゴ還元剤 AZ スペシャルっていうのを水に溶かします。はい、多分これがいわゆる明板的な役割なのかな。よくわからんけど。100g 測るの。まあ半分ぐらいでしょ。これ200だったから。うん。でこれを墨汁、さっきの墨汁さんに入れます。なるほどですね。じゃあお水で溶かしておきます。はい。じゃあ入れまーす。はい、投入。入りまーす。立ってんのかな。混ぜます。お願いします。よし、手洗います。はい、じゃあこれの今さっきスクモアイ、うん、これ今60分浸したのを
塊一回ほぐす、その後にこれとかたくさん入れるって感じ。はい。なんかね、最近こう液体を作って、その液体を寝かせるんだって、2、3日。すでにもう取れないんだけど、今日。何日間かかかるので、やる方は注意してくださいって感じですね。ミスったわ。はい、まあ、とりあえず、その液体作ろう。やっていきましょう。すごい、手につくらしいんで、色が。はい。あの、必ずビニールで使った方がいいって。はい。まあ、コップは汚れてもいいです。はーい。まあ。では、そうじゃないと。うわ。なるほどね。固まってるわ。はい。これをほぐしてください。スクモアイのアイって葉っぱなんだっけな。なんかさ、あのご飯ですねみたいな感じじゃない？確かに。色的にはすごいそうだよね。え？いや。知らなかった。うん。なったけどさ。うん。ご飯ですかな。なんかちっちゃい時やらなかった藍染め。やらない。はい。うん。小学校の頃やったの寄せ木細工作りとか。寄せ木細工って何だっけ？なんか木を越えて。合体させて、なんかコースターとか、なんか木を寄せ合うみたいな、そんな感じ。木を寄せ合う感じ？うん。なんかけどさ、こういうのさ、大人になるとなんかやりたくならない？なんかさ、10代後半から20代前半くらいまでちょっとブランドとかさ、なんか便利なものとかに走りたくなるけどさ、なんかそういう物欲がなくなると、こうなんか、なんて言うんだろうね。丁寧な仕事？なんていうの？自分で、いつからこういうのやりたくなる。語彙力ね。オッケー。まいちゃん入れて。はい。よし。オッケー。わつ。おすきょつ。お湯くださーい。はーい。入れるよ。お願いします。80度のお湯。すげえ。じゃあこれで、60分また放置します。見て、1時間経過しました。やばくない？なんかブクブクしてるんやけど。酸素が出てるんですね。還元中だと思います。なるほど。還元剤って入れてた、さっきの。うん。それで多分なんか還元してるから、酸素が出てて、こうやってブクブクなってるんだと思いますよ。じゃあ一回黒染めいきましょう。黒染めを洗います。これも1時間くらいかね、さっきの液体入れて1時間くらい経ったんで、一度これこの止まってるのを水洗いして、でなんかお酢とかにつけて色止めするので、はい、ちょっと絞ってここで洗います。お願いします。これさ、江戸時代の人とかやってたってすごくない？めっちゃなんか、手が引っ張る。手が引っ張ってますね。全然やっぱ溶いちゃうね。お酢みたいなのをちょっと入れた水でつけて、5分ぐらいつけて、入った色を止めるらしいです。色落ちしないで。うん。ということで、放置。はい。さあ5分経ったので、これをじゃあ、あとは脱水して一度乾かして、乾いたらまた墨汁につけて作業を 1、2 回繰り返して色を濃くしていきます。はい、はい、これが2日経った藍染め液です。はい、どうなってるんでしょう。あと1回目。おお、ちょっと黄色っぽい液体になったんだ、ほら。うん、本当はこの葉っぱ入れっぱなしで、で、そこの方になんか網で沈めていくというか、要は上に浮いてこないようにするんだって。うん。だから今回はもうこれ使い切りなんで、葉っぱは取っちゃいます。はい。藍染めの成分がまだある状態だったら7日ぐらいこの液体で染めたりできるんだって。なるほどね。じゃあこれを浴室に持ってって、今から染めます。はい。じゃあ、こします。お願いします。ジャム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 。交換が来ました。はい、ジャムジャムジャム。本当に申し訳ないけど、なんかご飯ですよみたいな感じ。それはご飯ですよが、謝って、ご飯ですよ。
で、さっき入れたのに水で薄めます。お願いします。じゃあ、うわ、見て、超綺麗なブルーになった。こんなカメラに映ってるかがちょっと違うけど、ねカメラさん、言って言って、こんぐらいかな。ちょっとグレーになったのわかるかな。この前灰染めした。うん、伝わってると。もうタタタタの入浴剤ね。入ります。入りました。で、なるべく均一に染まるように折れ目とかがないような状況がいいんだって。まあ、ちょっと難しいよね、はい、そうだね。で、これでちょっと1本引きます。はい、5分経ったので、はい、これを絞って、で、今これ黄色なのね。黄色、これが空気にさらされることによって青になるんだって。はい、ほら、もうすでに青くなってきた。うん、で、これを干すと。はい、で、10分ほど干して色が変わってから、また再度染めて、それを何度か繰り返して色をどんどん濃く鮮やかにしていきます。はい、まだあれだね、空気に触れてない部分はちょっと黄色っぽいね。うん、これあれかな、もうちょっと染めた方がいい気がするね、俺だけ。ほら、まあ、もう何回も繰り返してみようか。はい、2回目に挑戦。さあ、染めが完了いたしまして、どんな感じになったのでしょうか。しんちゃん、お願いしまーす。はい、出来上がりました。どう？自分で染めたにしてすごくいいんじゃない？うん、はい、ね、いい色ですよ。ちょっともうイメージ的にもっと渋めの濃い色を想像してたんだけど、これはこれで朝がさ、うん、いい素材感も出ててよくない？うん、なんか涼しげな感じで、なんかちょっとまだらっぽくなってるのが逆にいい感じかもね。いい感じ？うん、イエーイ、大成功じゃないでしょうか。はい、どうでした？いや、自分で染めるのね、楽しかったよ。楽しかった？楽しかった。いや、すごい、いや、染め物屋さん、うん、大変だなと思った。いや、ほんと見てて俺もマジこれ大変だなと思ったね、うん、ありがたみを感じたね、服のね、うん、そうだね、うん、大切に使っていこうね。はい、服は大切に使いましょう。はい、ということで本日の動画は以上となります。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。マッチが映らない脱水中。